大変お元気そうで、あれなんですけど、この頃お体ずいぶんお気をつけていらっしゃるようですけれど、この頃の日常のこの日課と申しますか。このところね、ちょっと珍しく中国語の原稿を書いてるもんですから、こう一月ばかりは割に、それでもなんです、朝手が使えないもんですから、秘書の人に筆記してもらいましてね。それで、朝11時頃ですなに新聞が熱海のあそこから遅いんですよ。とても遅くてね、なもんだから、それ見て、そうするともう11時頃から、で昼が12時半か1時頃食べまして、それから昼寝必ず寝ても寝ないでもしまして、それからまたちょっと夕方4時頃まで、5時頃までですな。それが今のところ日課ですけれども、それでもう夜はもう目が非常に悪くなりましたもんですからね、この昼間からですから蛍光灯をつけてましてね、いくつもつけてるんですよ、書斎の中で。それで仕事をしましてね、それでもう夜はだからもう新聞なんてことに読めないですね、非常に字がくっついてますからね 文春も読みにくいんですよ。そうですか。すいません。それだからなるべく夜はもう、読まないようにしてましてね。でテレビもそういうわけだから、やっぱり目に具合悪くしてね、でラジオばっかりで仕方ないから、字の粗い昔の和本みたいなものが読めますね。それから、活字でも、キューポイントならいいそうですから、昔の本ならね、この戦争前の、このだんだん細かくなっちゃったから、困るんですけどね、前のやつだったら割に粗く組んであるものなら読めるんです。でそういうのはパチパチと読む程度ですね、日課は。それで大概11時前後に寝ます。非常によく寝る方です。お食事なんてのはどういうんでございますか、この頃は。だいぶこれもいろいろ制限されましたもんですからね。でご飯はなるべく食わないで、ご飯が好きなんですけどね、食えない、食べないようにしようというもんだから、朝はやっぱパンです。やっぱりしょうがないから、パン一切れぐらいで、あと生野菜のようなものとね、牛乳みたいなもの。それから昼はもうこのまま、この間まではちょっと飯食べてたんだけど、やっぱり太ってしょうがないんですよ。僕はあなた方よりずっと背低いでしょ。それで18貫あるんですからね、で困ってるんですよ。まだ太ってくる、どんどん太って、こういうのもだんだん合わなくなったんですよ。だから昼ももうやめちゃって、コーンフレークの食べたら、ほんの少し晩だけご飯食べます。そうですけど、おかずはだから晩はいろいろ食べることにしますけお酒はじゃあ全然もうお飲ど、みちょっと非になる。常にうまいのがあると、ちょっと、ほんのそうですな、ほんの少し飲むリキューグラスに1杯ぐらいなってるでしょうか。ずいぶんお体を大事にしてらっしゃいますですね、それじゃあ。もう大事にせざるを得ないんですね ほぼひびが入ってるから。先生はあんまりお元気だって申し上げると、ご機嫌が悪い。そうですか。それは安倍晴生先生に伺ったんですけどね、君、谷崎君のとこ行ったら、お元気ですねって言っちゃダメだって言って、どうもお元気ですねって言うと、ご機嫌が悪いようですね。だけど安倍さんは僕よりまだ上ですからね、土地は。そうですか。上ですよ、2つか3つでしょ。それで僕どころじゃずっと元気ですからね、あれは。高血圧のことなんかお書きになったのを拝見しますと、なんか病気を楽しんでるって大変なことなんですが、そういうようなところはちょっとあるんですけどね。とこが今度は高血圧がね、治っちゃいましてね、そうですいや、か。とこが決して良くないんです。低いんです、低くなったんだ。低すぎるんです。それで困ってるんです、だから毎日朝血圧下がってまして、家内が上がりだして、誰もちょっとなんですね、気になっていけないですね、あんまりやること、簡単に測れるから。この頃仕事はこの談話筆記と申しますか、そういうのも多いようでございますが、先生前にはお書きになってる頃には随分地質だってんで評判だったんですが、気質で1すね、日に2、3枚だというようなこと聞いてましたが。今でもそうですね、3枚か4枚ですね。だから今度しゃべるんですから、その代わり文章が荒っぽくなりますけども、それでも
喋るんですから帰っていく、こうやってたくほどあのよりは早いですけどね、喋りますから。そして例えば100枚なら100枚で完結すると、今度はそれまたあの自分で提出しますから、はい、結局はまた、倍かかるわけですね。だけどこう長い間の習慣でこう自分で手で何書いてる習慣がついてるせいか、やっぱり小説は自分でこうやって出てこないですね。どうも出てきにくいですね。今の人は何でしょうか、タイプライターでやってるでしょうか、日本の人は。そんな方はないようですね。ないですかね。アメリカはだいぶそうのようですね。アメリカそうですよね。ヨーロッパはもうだんだんそうなりつつあるとか、この間キーンさんに聞いたらね、なるでしょうとか言って。しかしまあ原稿用紙に字を埋めるっていうのもなかなか、まあ私はそういう商売じゃないからだけど、また大変なことなんですね。ですね。この頃あの若い作家のまあ本なんか時々お読みになりますですか。あんまり読まない、勉強の方であんまり読まない方ですけれども、まあどうかしてほしいに読むことはありますけども。先生の文章特本のあれから見たら、今の若い人の文章いかがでしょう。あ、これはどうも感心しませんね実際。若い作家だと、まああんまり若くても仕方ないでしょうけども、先生のお好きな作家は。そうですな、若い、だけど若い人はあの、まあ、分かる分からないとかいうことはとにかくとして、大体若い人には好意は感じていますからね、はい、初めからこいつは嫌いだというような人は、まあ、よほど個人的に知らないでしょ全然、ね、個人的に知らないしするから、あのこいつは嫌だったっていうのは思うような人はまず割にいませんね。ああ、だから読むときは初めからもなるべく好意的に見ようと思って見ますからね。嫌なことはありませんし、ああ、特にこの作家が偉くなるだろうとか、この作家が好きだとか、そう特にそう思う人はそんなにまずいませんないもんで、ああ、嫌いって人もいませんけどもね。ああ、最近ではなんか園地さんの女面を褒めておられるんですかね。あれは、ね、あれは若い作家じゃないけど、おばさんの方だけど、あの後はございませんか。あの後はありませんね。ああ、最近では先生はほら丹羽文雄さんの顔を、ね、大変丹羽先生喜んでおられましたよ。あ、そうですか。丹羽さん前からお好きなんですね。割から好きですよ、丹羽君は。熱海にお住まいになって何年ぐらいになりましたですか。熱海はね、あの本当に家を持ってからは昭和17年から。ああ、やっとなんだ、戦争は何年でしたっけね。16年が太平洋。やっぱり17年です。そうですか。17年の、うん、そうです。3月、7月からです、家をちゃんと持ったのは。それからもうほとんどずっと熱海ですよ。戦争中、末期にちょっとほら勝山の方へね逃げましたけど、場所は変わったけど、だいぶ熱海ですね。熱海はこの頃東京の奥座敷とか言うんで、どうも奥座敷の方が繁盛してるんですけどいかがですか。どうもだんだんなんですね。私が初めてその家を持った自分には、あの今の、島中さんの熱海のお宅のすぐ近所だったんですけどね、あの自分はまだあそこらあれに静かでね、それでよかったんだけど、あれから間もなくですね、騒々しくなってしまって、それであの自分はまだそのいくらか別荘地帯という感じがあったけど、もうだんだん陥落橋のようになってきちゃったでしょ。で熱海の本当の周りの熱海にはもうとても騒々しくて住めなくなっちゃったから、だんだん私の今の伊豆山の方に逃げてきたんだけども、あれ今伊豆山も続いちゃいますね。続きますね。あれじゃん。さっき戦争中勝山にいらしたお話が出ましたけど、あの頃随分苦労されましたでしょうね。津山が一番苦労しましたよ。ああ、いる期間が割に少なかったから、勝山行って帰って、津山よりは良かったんですよ。ああ、だいぶ悪いこともしましたがね、それは。ああ、はい、僕を捕まえようかなんて話があったという警察でいろんなものをどんどん、ああ、闇で、すごい闇があるので、ああ捕まえようかっていう、ね、あったんです。そうす、なるほどね。長井加藤先生が訪ねられた時にも、なんか相当のご馳走があった。そうそう書いてますね、勝山の長井さん日記の中にね、なんか結び佃煮を恵まるとかなんか長井さんあそこに逃げてくる話もだいぶあったんですけどね、とうとう
ちょうど私のところ来た時に終戦だったんですからね、あれ終戦にならなかったら勝山来たかもしれませんね、ただね、カフさんが、まあ、あの時でももう七十いくつでしょ、だからその時期に死にゃしないかというのでね、こういうね、そしたらああいう人老人を引き受けて困るかって言って、それでホームでそのちょっと部屋を貸すのを嫌がってましたよ、あれは若い作家じゃないけど、おばさんの方だけど、あの後はございませんか。あの後はありませんね、最近では先生はほら庭文雄さんの顔を、大変庭先生喜んでられましたよ。あ、そうですか、庭さん前からお好きなんですね。我から好きですよ、庭君は。熱海にお住まいになって何年ぐらいになりましたですか。熱海はね、本当に家を持ってからは昭和17年から、なんだ、戦争は何年でしたっけね。16年が太平洋で、やっぱり17年です。そうですか、17年の、そうです、3月、7月から家をちゃんと持ったのは、それからもうほとんどずっと熱海です。戦争中、末期にちょっとほら勝山の方へね逃げましたけど、場所は変わったけど、だいぶ熱海ですね。熱海はこの頃東京の奥座敷とか言うんで、どうも奥座敷の方が繁盛してるんですけどいかがですか。どうもだんだんなんですね。私が初めてその家を持った自分には、今の島中さんの熱海のお宅のすぐ近所だったんですけどね、あの自分はまだあそこらあれに静かでね、それでよかったんだけど、あれから間もなくですね、騒々しくなってしまって、それであの自分はまだそのいくらか別荘地帯という感じがあったけど、もうだんだん歓楽郷のようになってきちゃったでしょ、で熱海の本当の周りの熱海にはもうとても騒々しくて住めなくなっちゃったから、だんだん私の今の伊豆山の方に逃げてきたんだけども、あれ今に伊豆山も続いちゃいますね。続きますね。やるじゃん。さっき戦争中勝山にいらしたお話が出ましたけど、あの頃随分苦労されましたでしょうね。津山が一番苦労しましたよ。いる期間が割に少なかったから、勝山行って帰って津山よりは良かったんですよ。だいぶ悪いこともしましたがね、それは。あとは僕を捕まえようかなって話があったというか、警察でいろんなものをどんどん。闇で。すごい闇があるので、捕まえようかっていうのがあったんです、そうです。なるほどね。長井加藤先生が訪ねられた時にも、なんか相当のご馳走があった、ね。そうそう、書いてますね、桂の長井さん、日記の中にね。なんか結び佃煮を恵まるとかなんか野前さんあそこに逃げてくる話もだいぶあったんですけどね、とうとうちょうど私のところ来た時に終戦だったんですからね、あれ終戦にならなかったら勝山来たかもしれませんね、ただね、カフさんが、まあ、あの時でももう七十いくつでしょ、だからその時期に死にゃしないかというのでね、こういうね、そしたらああいう人老人を引き受けて困るかって喋りますから、そして例えば100枚なら100枚で完結すると、今度はそれまた自分で提出しますから、結局はまた、倍かかるわけですね、だけどこう長い間の習慣でこう自分で手で何書いてる習慣がついてるせいか、やっぱり小説は自分でこうやって出てこないですね、どうも出てきにくいですね。今の人は何でしょうか、タイプライターでやってるでしょうか、日本の人は。そんな方はないようですね。ないですかね。アメリカはだいぶそうのようですね。アメリカそうですよね。ヨーロッパはもうだんだんそうなりつつあるとか、この間キーンさんに聞いたらね、なるでしょうとか言って。しかしまあ原稿用紙に字を埋めるっていうのもなかなか、まあ私はそういう商売じゃないからだけど、また大変なことなんですね。ですね。この頃若い作家のまあもなんか時々お読みになりますですか。あんまり読まない、勉強の方であんまり読まない方ですけれども、まあどうかしたよしに読むことはありますけども。先生の文章特本のあれから見たら今の若い人の文章いかがでしょう。ああこれはどうも感心しませんね実際。若い作家ってまああんまり若くても仕方ないですけども、先生のお好きな作家は。そうですな、若い人は、まあ、分からないとかいうことはとにかくといって、
大体若い人には好意は感じていますからね、はい、初めからこいつは嫌いだというような人は、まあ、よほど個人的に知らないでしょ、全然、ね、個人的に知らない人するからこいつは嫌だったっていうのは思うような人はまず割にいませんね、はい、だから読むときは初めからもうなるべく好意的に見ようと思って見ますからね、嫌なことはありませんし、はい、特にこの作家が偉くなるだろうとかこの作家が好きだとかそう特にそう思う人はそんなにまずいませんな、ね、今でも、うん、嫌いって人もいませんけどもね、うん、最近ではなんか円地さんの女面を褒めておられる、ね、あれは、あれは若い作家じゃないけど、おばさんの方だけど、あの後はございませんか。あの後はありませんね、はあ、うん、最近では先生はほら丹羽文雄さんの顔を、ね、はい、大変丹羽先生喜んでられました。あ、そうですか、丹羽さん前からお好きなんですね。え、我から好きですよ、丹羽君は。熱海にお住まいになって何年ぐらいになりましたですか。熱海はね、はい、本当に家を持ってからは昭和17年から、はい、やっとなんだ戦争は何年でしたっけね。16年が太平洋戦争です。そうですか、17年の、うん、そうです、3月7月から家をちゃんと持ったのは、それからもうほとんどずっと熱海です。戦争中末期にちょで、そういうのはパチパチと読む程度ですね、ああ日課は。それでまあ大概11時前後に寝ます。非常によく寝る方です。ああ、ええ、お食事なんてのはどういうんでございますか、この頃は。結構だいぶこれもいろいろ制限されましたもんですからね、ええ、でご飯はなるべく食わないで、ご飯が好きなんですけどね食えない、食べないようにしようというもんだから、うん、あ、朝はやっぱパンです。やっぱりしょうがないから、パン一切れぐらいで、あとは生野菜のようなものとね、牛乳みたいなもの。それから昼はもうこのまま、この間まではちょっと飯食べてたんだけど、やっぱり太ってしょうがないんですよ、うん、僕はあなた方よりずっと背低いでしょ。それで18巻あるんですからね、で困ってるんですよ、まだ太ってくる、どんどん太って、こういうのもだんだん合わなくなってくるんですよ。だから昼ももうやめちゃって、コーンフレークの食べたほんの少し、晩だけご飯食べます。でおかずはだから晩はまあいろいろ食べることにしますけど。お酒はじゃあ全然もうお飲みに。ちょっと非常にうまいのがあるとちょっと、まあほんのそうですな、ほんの少し飲む、リキューグラスに一杯ぐらいなってるでしょうか。随分お体大事にしてらっしゃいますですね、もう大事にせざるを得ないんですね大物日々が入ってるから先生はあんまりお元気だって申し上げるとご機嫌が悪い。あ、そうですか、それは安倍農政先生に伺ったんですけどね、うん、君谷崎君のとこ行ったらお元気ですねって言っちゃダメだねって言って、どうもお元気ですねって言うとご機嫌が悪いようですだけど安倍さんは僕よりまだ上ですからね、土地は。あ、そうですか、上ですよ、2つか3つでしょ。それで僕どこもじゃずっと元気ですからね、あれは、高血圧のことなんかお書きになったの拝見しますと、なんか病気を楽しんでっちゃ大変なことなんですがそういうようなところはちょっとあるんですけどね。とこが今度は高血圧っていうのはね、は治っちゃいましてね。あ、そうですか。いや、とこが決して良くないんです。低いんです。あ、低くなったんだ。低すぎるんです、はあ、それで困ってるんです。だから毎日朝血圧下がってまして、家内が下がりだして、はあはあ、誰もちょっとなんですね、気になっていけないですね、あんまりやること簡単に測れるから。この頃仕事はこの談話引きと申しますか、そういうのも多いようでございます。先生前にはお書きになってる頃には随分地質だってんで評判だったんですが、1日に 2,3 枚だというようなこと聞いてましたが、今でもそうですね、3枚か4枚ですね。だから今度は喋るんですから、その代わり文章が荒っぽくなりますけども、それでもまあ喋るんですから書いて